今日は2021年8月2日です。福岡県は、新型コロナウイルス拡散防止のための、まん延防止等重点処置の、適用を受けるようになりました。国からですね。で、今日8月2日からそのまん延防止等重点処置が始まるんですけども、飲食店でのお酒は提供せず、営業も午後8時まで、にしてくださいと求められています。政府の方針に従って、なので今日から営業時間が短縮されるお店も多いんでしょうけど、昨日夜ご飯で何店舗かちょっと行ってみたんですけど、8時ちょい過ぎぐらいにもうすでに時短営業始まってましたね。昨日から、本当は今日からなんで、昨日は別に時短営業しなくてもよかったんでしょうけど、まあ自主的にっていう感じなんでしょうね。はい。今朝は書籍出版に関する打ち合わせをやってました。チームのためになるチーム本という感じで書籍を出版しようと思ってます。なんかプログラマーの時に2冊出したことあるんですけど、経営者になってからは初かな、初の書籍ですね。すごく緊張します。頑張りたいと思います。出版は11月末ぐらいかな、急いでやらなきゃなって感じですね。次何時からなの？サイパトロンのカバンが届いたので、ザックかな、最近届いたものをいくつか中に入れてみました。ネイチャーハイクの安い寝袋、
残油の。こいつは中に入んないので。お酒の提供はダメ。今日まででしょ。明日からなんでしょ。いや今日から。から、うん。昨日までの今日から。そうそうそう。急いで注文しないと。本当だよ。ラストオーダー、すぐラストオーダーよ。今日は夜ご飯を焼肉屋さんにで食べて、ふたしーをですねと一緒に、ふたしーと僕と妻と息子と4人で食べました。緊急事態宣言じゃないや、まん延防止措置が始まって、大体の店が7時ラストオーダーで8時閉店なんですけど、今日行ったお店は7時半ラストオーダーで8時閉店だったんで、ギリギリ間に合ってオーダーして食べることができました。もうものすごく急いで結局食べてって感じですね。あとはアルコールの提供が NG なんで、まあビールとかも飲まずにウーロン茶で焼肉を食べてって感じですね。こんなのが8月末まで続きます。またこの間ね終わったかと思ったらまたそういう状態に戻って、ちょっと早くこういう状況を終わりたいなぁとは思うんですけど、なかなか難しいですね。で今帰ってきてちょっとテレビ見て9時20分くらいなんですけど、今からまたちょっと仕事します。本日はクアンドっていう会社さんですね。クアンドっていう会社さんの、資金調達のニュースが流れました。どう？ちょっとまあVC の方を紹介したりだとか、ちょっと僕も動いたので無事資金調達終わってよかったなぁというとこですね。うん、内容としては福岡九州を拠点として製造業、建設業、設備管理業の現場向け遠隔支援コミュニケーションツール、シンクリモートを開発している会社さんですね。
初めてのエクイティファイナンスで 1.2 億を調達しました。ですね。ぜひ、ご活躍をっていうところですかね。僕らも頑張っていかないとですね。こんな感じ。です。それではちょっと、仕事一旦中止して、シャワー浴びてきます。今日は動画の方は終わり。